セカンドバトル行きたいと思います。ベッツン上がってこい。そしてジョーカーハウスから狛犬上がってこい。いや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 、ベッツンお疲れ様です。上がってきてくださいよ。お疲れ様です。テロップお疲れ様です。テロップテロップテロップ変えよう。変えますよ。毎度毎度、お疲れ様です。さあ、ツイキャスと言ったら、ベッツン、そしてツイキャスと言ったら、狛犬。この二人はもうね、このツイキャスラップのレジェンドなんでね、本当に。間違いなくレジェンドの二人です。さあ、皆さんね、この二人のね、バチバチの戦いをね、楽しみにしてもらえればと思います。それではですね、じゃんけんの方、いきます。最初はグー。じゃんけんパーチェキ。じゃあここではい、別にここですね。わかりました。ちょっと待ってください。テロップ変えますね。あ、やっぱ先行にします。あ、まず先行にいきます。 OK、 わかりました。じゃあベースの先行で、じゃあOK、 じゃあそれではいきます。ベースン先行、後攻狛犬ですね。で DJ ハーブにインストの準備ができたら教えてください。 OK です。 OK ですか。イエー。はい、それではいきます。第1ラウンド先行ベースンカーマー先主人公はごちゃごちゃ言わない。俺のスタンスいつものようにある。相手が誰であろうと関係ないのによりにもよって俺のしょうもないやつ。相手お前狛犬四足歩行頑張ってやっとけ。俺は肺呼吸で二足歩行お前との格の違い見せつけ。やばい音楽をやってる自覚があんのお前わちゃわちゃうるせえ。子供みたいな話必要ない。子供おったっけ二人三人必要ない。俺のやり口は残忍。音抜かれたって抜かれない。俺は一番前でやってる群を抜く悔い出過ぎたら撃たれない。いつものよう端末だけだぞ。東京ドリフトでも俺がやったらみんなが残念な気持ちになるからやっちゃいない。あ、気持ち良くなる。酒飲んでみんなと一緒に遊びたい。でもこいつの相手やってからやるから消化試合楽しんでってね。俺の出番さ、どっからどう見たって俺しか聞こえない。あ、みんなが言ってることわかるけど言うのはちょっとだけやめてあげて。こいつを今からサイコパスバリにぐちゃぐちゃやっちゃるからそれでいいよわっしゃ。その後俺の枠来てみんなで乾杯。勝利の美酒をたしなむから I'm a B。 かっこいい音楽やってる。音楽の中にある歪みの中に生み出す俺。器のデカさから格が違う。いつものようにやってるからこれでいい。 FREE 俺はフリー。 I'm a B。 いけてるからそれでいい。終了。それでは、インストの準備ができたら教えてください。 OK です。えいえい。それではいきます。第1ラウンド後攻狛犬、カーマス。 Yeah。 Yeah。 お前を尊敬してた良貴が全国で名前を売り、お前とラップをしてた俺も全国へ行った。一触即発だからとしても俺は俺なり一歩ずつの独白を吐いていく。イケてある音楽やってるのは分かってる。でもその割にどこでも名前を聞かないのはなんでかな。頭に浮かんでるクエスチョンマーク、ラップ見えすぎスケルトンラップ。
酒ばっかり飲まれて音の波には飲まれないやつ。音楽にラブライクじゃ満足できない、ベターじゃなくベスト。だからネクスドアを蹴るのは俺、それが答えてわかるはずだぜ。ダセーことをダセーでやってるわけじゃねえ、鍵カッコなんかつけなくてもわかる、ストレートにかますだけ。答え合わせなんかいらねえ、自分の中に答えが見えてるぜ。見えすいた嘘か本当、コントラストのラストは黒く染め上げよう。音楽の端から端、言葉の価値わかるから追っかけっぱなし。先が見えないだからこそ手を伸ばす、この音楽の先。この味がわかるだろう、舌に苦い味を感じた瞬間、瞬間と瞬間のアート、芸術と芸風の誓いだよ。どこにこもってる、音がこもってる、俺はクラブにこもってる、だからこそテルしてくれてもその先は見えないはず。ハスリングなんかしなくても脳からウィンクされた言葉がある、俺は自分で自分を誇るレップ長野、それはブレない。気を食えないやつだとしても四足歩行、この足の強さ持ってるからこそ俺はトップに伴走してるだけだぜ。終了、第一ラウンド終了。それでは、イーストの準備、DJ ハブリできたら教えてください。いやー、激アツ、間違いないバトル。 OK、 それでは、イーストの準備ができましたので第2ラウンドいきたいと思います。それでは第2ラウンド、はいはい、高校狛犬カーマセイ。 Yeah Yeah、 良くも悪くも人生は商業無常、勘違いすんなよ、ここと右往の違いだぜ。誓いをかけた音楽、音に誓いをかけたこそちぎりは破らない、1ミリもぶれない、俺の道は俺しか歩いちゃいない。酒飲んで夜な夜なミッドナイトハスラー、裏でしか言えないぞミッドナイトかすかハスラー、まずは分かすか分からすかの誓いだな。自分の言葉で作る鉄格子、家で実験繰り返すテクノロジー、俺はそう、その現場の弦の誓いだぜ。ひょ、音の上、ドレミファソラシド、奏でられなくても言葉で叶いそう、自分のソウル、込めたソング、だからこの歌だけはブレないでしょ。イエスでしょ、消えるかも、かも、かも、ネギを背負ってるのが見え見えだぜ。俺の獲物、俺は獣、だから追ってるタイプ、そう、食われないように気をつけな。喉元、傷跡をつけた、それはアートと呼ぶらしい。俺は過去は石杖、意味不でもそう、俺たちは石杖その上に立ってる、その土台が違うから人生はトライ、挑戦の連続、めんどくせえことなんか一切言う必要がない、一生体必要ないことなんかない、言葉一つ一つ一つが本物、誰かにコントロールされた言葉なんか一切いらないはず。 Yeah、 だからこそ音の奥、ディグリ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 、 Yeah、 だから深みを感じた、俺とお前の土台違う、それもわかる、いや、だからかますとこが違う、だからこそ噛み合わない交わらない線、 X だとしても俺は XXXXL のラージサイズ、体ちっちゃいとかチンケなディスはいらない。終了。それでは、イーストの準備ができたら教えてください。 OK です。それではいきます、第2ラウンド先行ベスカーマ。ザコ相手死ぬほど疲れる、俺のアイディアこいつのこと消し去る、さよなら、もう過去かな、友達じゃなかったみたいに思う、もういいよ、しょうもない話、なんか千手観音みたいなこと言ってる、お前狛犬やから神社の前突っ立ってるだけでいいんじゃね、俺は別寸、俺は超オリジナリティ、あとか言わないからこうでもない、アートアートうるせえな、お前ピカソになりたいんやったら死んど
OK。俺は新しい世界作りたいからやってるだけでいい。Yeah, FREE で俺の出番。言葉残ってるの俺の方だろ。こんばんは、俺別んでもす。喋りも面白い、ルックスも活かしてる。身長ちっちゃいの言ったのこっちの方やん。ただのアホやん。もうどうしようもないぐらいにどう思う。俺はライオン、こいつはコマ犬ワンワン。3回回ってからワン言ったら俺がジャンプまたジャンプ。ぶちかます上の上で喋ってるだけ。下の下で頑張っとけやれ。その気持ちは風みたいなもん。俺は絶対に揺るがねん。ミスターアンチェインでしかも岩石。こんな気持ちはいつもパーフェクト岩壁。Yo!岩石みたいにそびえ立つのが俺のやり方。お前の口注文はぐちぐち。ミクシーみたいな話やな。やっとけモバゲー、もしくはグリー。頭の中ウィードついすぎてグリグリー。話にならへんガオーてライオンみたいにやるけど今日はグリズリー。イェイイェイ、暑いぜ。皆さん調子どうですか？第2ラウンドまで終了。イェイイェイ。インスト準備できたらハブリー教えてください。いやこれがツイキャスラップ先人のレジェンドたちのバトルだぜ。それでは、次は第3ラウンドいきます。第3ラウンドは先行のベッツン君からかまします。それでは皆さんしっかりジャッジしてくださいね。それではインスト準備は完了しましたのでいきます。第3ラウンドベッツンカンバーセイ。 You are now about to witness the strength of street knowledge、oh.全国たかが長野、全国たかが長野、メダカの学校は買わずでやっとけやかす。俺は大阪で生まれ、大阪で育ち、ヒップホップもちょっとやってる。お前より長い見た目でやってる。かっこいい男ここでやってる。もう何も言うことない。しょうもない話ばかり。バケットを輪切りにしてるみたい。話にならない。こっちょらご飯みたいにやってる。米粒一つ一粒立ってる。俺のチンチンもそびえた。白いんじゃなくて黒い巨トンで巨トン。おっと乗りこなす。俺しかできないこのフットワーク。飯やったらお前のこと吹っ飛ばしかないやろ。サッカーボール、サッカーなんか登れないから下れ。俺は階段上がっていくだけ。ガイダンス、外人でもすぐにわかる。やばい音楽をやってるのは俺。ただの奴隷ってクッシュ吸っても奴隷みたいなビート乗りこなしてるの。ぶっちゃけ言うたら俺の子。こいつはアホの極み、アホのアホ。ゆっくり乗っちゃっていい。俺はビートの中のこの湖の中で海みたいにやってる。胃の中のカワズは死んでる。おお、ビートのブレイク。うまくいかすけど酒飲もうとしてもた俺の方が先取り。これはハメ取り。お前のことを今からボコボコケツからついたら、あ、なるほどって、あ、なる、なるほど。やばい音楽注文は俺の胸の中にしかないからさ。口は噛んでも歯に噛んでる。不敵な笑みがビューティー。イェイイェイ。それでは、インスト準備ができたら、お願いします。OK です。それではいきます。第3ラウンド高校狛犬カーマーセイ。 Yeah、 あなるあなるばっか言ってる。ばっかつの合わないやつ。バティマンとか言われちゃうから気をつけな。ケツの穴掘られちまう。格は確かに足跡なんだろう。だからごめんよりもありがとうなんだよ。慢心がゆえの邁進、ぶれない邁進、合わない会心。てかたかが長野長野言ってる割に大阪にすら出てないやつが何を言ってるのかわからない。土台の違い、さっきも話しただろう。お前の音楽シーン語りたいならその土台で語ること自体が間違い。間違い探し探してるシーンはシーンとしたまんまだろう。あらかあの日から約何年経っただろう。あの頃から企んでたことようやく少しは形にできた。自分で夢やってやつを探しに出てきた。お前の手が多い千手観音すべて潰して全部アートしてるだけだぜ。これはさっきも言った、これはアート。
ピカソの自画像、力にはまったまんまで何を拾ってやる。最後ライオンなのかグリスリーなのか、そこら辺ははっきりしてくれよな。ひょ、矛先が行方不明だから崩れる。プレイヤーのまんまで満足、観測地点が違うって、その視点の先に俺は立ってね。だからこそイメージ危険地、そのステージの違いも分かってね。グリスリーライオンだか知らねえが、ケージの中にはまったまんま。I'm a rapper だから言葉の一から一から信じてるから、どこのバトルだろうが心丸裸、俺はすっぱだからやってやる。アナルが掘りたいんだっけ、まあ広げてるから突き刺してこい。終了です。いやいや終了です。それでは早いもんでファイナルラウンドになります。皆さん調子どうすか。やばいバースがあったら、あーいくうめえとかいっぱいどんどんコメントしてってくださいね。そんな感じでイースト準備できたらお願いします。 OK です。それではファイナルラウンド、これで最後ジャッジみんな決めていこうぜ。それではいきます。ファイナルラウンド、高校狛犬カーマセ。ノイズ積みた悪口がドレスコードなら、それ受け止めて超える即興。 Oh no って言い、自分で言いたくなるくらいだろう。他人なら OK とプライオリティ、無視して戻るのくらい俺に。俺は狛犬のはずなのに、お前の方が首に輪っかよく鬼アイドル。ただラップがしたいだけ、悪なき闘志だから、ファックマイホーミー。まず弾頭に角材を用意、お前の人生がサグライフオンリー。てか今日葉っぱの話とかいちいちいらねえんだよ。今この思い出はずれ、一歩通行間違いなくでねえよ。地獄と通想、どんだけ腐っても一期一会、ただ伝えてんだ詩を文字にして。無我夢中に走る感情線に乗せ、ワンバース確実にハンコ生命。底辺じゃ満足できないからこそマイクに切ったぜ。ゴーストレイ恐怖もねえ、ただひたすらぶつけるゴーストエア。投影自分自身を映すカメラ、時計は戻らない、前に進むだけだ。過去から現在、後なら天才、分かってる一生できない免罪。ふだから不音符に乗せることもない、ハイヤナのごとくネタに食い下がって、上がれのは結局内輪だって。気づかずについたバッテン、中指に根付いたハンコ生命だぜ。それも分かってね、あの日のメモリーは再生不可能になったらしい。羅針盤が刺さる。終了。それではいきます。インストを準備できたらお願いします。 OK ですか。 OK です。それではいきます。ファイナルラウンド先行ベッツカーマス。あの日のメモリー言ったのか全部。俺に嘘ついてできんって言ったオーガナイザーに媚びたれて、ブッキング欲しいから別の遊びに来やんでって言ったのが、お前との縁の切り際。何考えてんのマジで。1から10まで言ったら世間は世知辛く浮かぶはちまうから、1から10を1からとって呼ぶ。俺はダイヤモンド、全然違うお前とは。問いかけろ自分に、鏡に俺って誰って500回ぐらい言ってから、俺に言ってこい。話にならんお前みたいなやつは、三つ星こっちょらミシラン、超美味しいこと言ってるだけ、あまりんじゃとか言ってる後輩にも舐められてたこと言うたろか。いくらでもあるお前のしょうもない話、一個でも出てきたみんな。俺は出てこない、だって友達大事にやってるもん毎日。これ毎日かな、話にならん。お前みたいなやつはアロハシャツでなはなはとかわけわからん、罰ゲームでもやっとけよ。お前のかっこいいがかっこいいって言っても話にならん、俺はダッサいって言い切る。これはヒップホップ、お前に言うことまだバカ。あは赤サタナ、ハマギャラはうまくご教授やってるみたい、甲子園でも開いてラップしてんの、うまくイン踏むことがヒップホップやったら、俺やめてる、だって頭悪いもん。終了。ナイスバトル。
それでは、皆さんね、判定の方行きたいと思います。今バースを蹴った別寸くんが、はい、先ほど、バースを蹴った狛犬くんが家でお願いします。別寸くんが、はい、今バースを蹴ったのが別寸くんです。別寸くんが、はい、さっきバースを蹴っていた狛犬くんが家です。皆さんしっかりとしたジャッジでお願いします。さあ激アツバトル、58%対42%で、まずは1本別寸くんです。それでは、まず、マック君判定の方お願いします。別寸、はい、僕は、コマさんで、2-1 で別寸くんの勝利です。ありがとうございました。イエーイ。ちょっと待ってくださいね、別寸くん、もしよかったら告知の方、ちょっと待ってください、ね、今完全に俺も審査の方で集中したんでこれを忘れましたけど、あ、告知いいっすか。あ、告知はどうぞどうぞどうぞ。お茶バク100投げてください。よろしくお願いします。あざイエーイ。さあ、1戦2戦終えまして、最前 MC バトルの、2連勝にとなりました。なんで、団体戦の勝者は一応最前 MC バトルで、決まったんですけど、とりあえずね、最終戦もね、すごい熱いんで、ぜひ皆さん残ってくださいね。それではマック君、審査コメントお願いします。最初はコマさんが、俺は取ったんですね、最初のバースは。まあ、四足歩行の下りに対して四足歩行バッチリって言ってるのと、いけてる、なんだ、尊敬してた猟奇、全国行きの狛犬っていうことで、まあ、別寸の背中を追ってたけど、まあ、みんなこうして対戦したよっていう、まあ、かっこよさ。で、ツーバース目は、コマさんもミッドナイトハスラー、裏でみっともないさっていうすごい韻を踏んでて、で、最後 XXL、チンキなディスはいらないって言ってるんだけど、別寸が、ミクシーも上げグリーとか使い、超オリジナリティ、ピカソになりたいならしんどけ、俺は世界を作りたいっていう、その、まあ、いいんじゃなくて自分が世界を変えると。で、3バース目のところの、がね、黒い巨頭が巨トンとか、別にはうまいこと言って、あとは、全国、たかが、メダカの学校は川でやっとけとか、バケットを輪切りにしてるとか、まあ、表現がうまいかなと思って。で、コマさんは韻をすごい踏んでて、大阪でやってないから、やってないのに何言ってんだと。まあ、返してはいるんですけど、やっぱりこう、別数のオリジナリティの方がちょっと上回ってかなって。で、最後の最後、まあ、やっぱコマさんも綺麗にね、こう、韻を固く、プライオリティ、クライオリニーっていう韻をかますんですけど、別数が最後、赤沙汰な浜あやらは、そういうのは辞書開いてやっとけって言って、こう、返した。で、そこがまあ、決め手かなと思って、まあ、総合的に別数が勝ったんじゃないかなと思います。